ゲームを磨くならスニーカーを磨け。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはイニャーフェイス。はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということですね。今日の T シャツは、はい、うん、ボルダーとジョーダンヘアですね。はい、セブの時のね、あのバックスバニーの T シャツなんですけど、これは全然確か古くなかったかな、多分でも4年ぐらい前かな。ジョーダンセブンが多分23周年の時に出た、なんか乱発した時に T シャツ出たんじゃないかなって時の多分 T シャツだと思いますが、今日も元気にいってみましょう。レッツティップを、あ、ティップをこっちや。はい、ということでね、まあ、家掃除してたらですね、昔めちゃくちゃ流行ったジョーダン出てきたんですよ。ということで今日はこれを紹介していきたいと思います。まずですね、まあこれ流行ったのね、もう6、いや8年ぐらい前かな。当時めちゃくちゃ流行って速乾したんですよ。もう今もね、売ってるとこないんじゃないかということで、今日紹介するスニーカーなんですけども、こちらジョーダンのピンバッジということなんですけども、これね、めちゃくちゃ流行ったんですよ。マジで。これクオリティ高くて、もちろんオフィシャルで出てないんですけど、めちゃくちゃ良くないですか？まあ、裏はこうなってて。はい。で、これね、渋谷のグロアランドとかで一時期ね、めちゃくちゃ出てたんですけど、まあ、早かったね。売れるのが。で、僕が行った時にはもう結構なくなってて、ブレッドとか欲しかったんですけど、シカゴとか買えなかったんですよ。だからまあ、ロイヤル買えてよかったんですけども、このピンバッジね。で、何を隠そうね。値段がね、意外と高いんですよ、こいつ。こいついくらだったかな？なんか2000いくらぐらいして、2000、ちょっと忘れちゃいましたけど、で、本当か嘘か知らないんですけど、一応ね、ここシリアル番号入ってるんですよ。はい。で、125/33。スコッティ・ピッペンということなんですけども、まあ、125個の中の33個目ってことで、で、シリアルナンバー入りだからっつって、まあ、これは、もうこれからは出ないですよって店員さんに言われて、これ本当かどうかわかんないんですけど、それに乗っちゃって、あ、出ないんだと思って、買っちゃったんですよ、ピンドロップ。はい、めちゃくちゃいいっすよね、これ。で、まあ、僕だから、1個じゃ終わらないんですよ、もちろんのこと。で、これマジでいいなと思って。まあ、1個、もう1個はこちら。はい。コンコルドということで、めちゃくちゃクオリティ高いっすよね。はい。これもね、一応シリアルナンバー入ってて、125個分の13番。ということで、ポール・ジョージってことなんですけども、まあ、マーク・ジャクソンとか、スティーブ・ナッシュみたいなことなんですけども、まあ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 、いいっすよね。うん。で、まだ買いました。はい、こっちが、ブレッドですね。11ブレッド。1ブレッド欲しかったんですけど、11ブレッドになっちゃって。で、まあ、これもね、200分の48かな。48番。うん。出てこないということで、なかなかパッと出てこなかったですね。で、まあ、まだありまして、これかな、ジョーダン3ホワイトエレファントということなんですけども、こちらが、200分の61ということで、はい、うん、61番、うん、出てこない。なるほどね、なかなか出てこないですね、61番とかになると。はい。で、これが、まあ、シャッターバックボードなんですけども、これ、はい。で、シャッターバックボードがあるってことは、まあ、そのシャッターバックボードが出た時だから、まあ、そんな古くないのかな。でも結構古い気がする。でも、じゃあもっと最近なのかな。で、これ100分の91ということで、おデニス・ロドマンということで、ロドマンなんですね。はい。で、これね、マジでね、意外と高くて、これ皆さんいくらくらいだと思います？いくらだったら買ってますか、これね。これね、1500円くらいだったと思うね。僕もね、バカバカ買ったと思うんですけど、これね、意外とね、するんですよ、ほら。2378円。なんでこんな刻んでるかよくわかんないですけど、結構するんですよ、これ。だけど、めちゃくちゃ良くて、すごいクオリティ高いじゃないですか。で、本当に、その時買った時は、まあ、これぐらい残ってたんで、僕もね、何個買ったんですけども、で、次の週行ったら、マジでなくなってて、もうこんなにないのと思って、本当にほとんどなくなってましたね。で、まあ、もちろんブレッドとかはシカゴとかないから、僕はロイヤルってさっき言ったように買ったんですけども、まあ、これ可愛いっすよね。こういうのどうやって使うかって、まあ、昔だったら筆箱とかね、ブスって刺してやってたんですけども、まあ、ジージャンですね。ジージャンのボタンのところにつけたりとかしてて、めちゃくちゃいいなと思ってて。で、もちろんこれ、ナイキのオフィシャルで出てるわけじゃないんですよ。なんかね、グラランドさんは LA から買い付けしてるってことなんで、まあ LA から買ってきたと思うんですけども、そう、オフィシャルで出てないんですよ。だからまあ、いけないやつなのかなと思いますけど、でもまあ、売ってて、ナイキのやつもガッツリ入っちゃってるし、まあ、かっこいいなと思ってるんですけども、まあ、おしゃれですよね。で、一回も使ってないんですけど、で、こういうのって昔ちょこちょこあって、例えばこれもね、オフィシャルじゃないんですけども、こういうのもあります。はい。はい。ジャンプマンってことで、ジャンプマンのピンバッジもこうやってあるんですけど、これいいっすよね。かわいい。
で、これもオフィシャルじゃないです、全然。で、これもオフィシャルじゃなかったんじゃないかな。はい。はい、これもあります。スウッシュ。昔の言うことで言うと、スウォッシュ。今で言うと、スウッシュってことで、これなんですけども。まあ、いいっすよね。だこういうのも、ちょっとおしゃれ的に、じいちゃんとかでつけたら可愛いなと思って、ちょっと今見つけて、ちょっと興奮しちゃったんですけども、本当に昔ね、めちゃくちゃ流行りました、これ。いいっすよね。でも、もしかしたらどっかで売ってんのかな。もしね、ここで売ってるよとかいうのがあれば、ちょっと教えていただきたいんですけども、どうせなら欲しいっすよね。フィギュアよりもちょっと、キーホルダーよりもこっちの方がなんか可愛いなって感じがしておりますということ。あー、落ちた。はい。ということで今日はですね、まあ本当当時大流行したピンバッジを紹介させていただきました。もし売ってるとこあったら教えてくださいということで、今日の動画が良ければですね、もしじゃないグッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!